圧力鍋圧力鍋とは圧力調整機能がついた鍋。空気や液体が逃げないように密封した容器を加熱し、大気圧以上の圧力を加えて封入した液体の沸点を高めることで食材を通常より高い温度と圧力のもとで比較的短時間で調理することができる調理器具である圧力釜とも呼ばれる圧力調整には 通常金属製の重りなどが使われることが多い。加圧源のほとんどに水の蒸気圧を利用するため、水分を伴わない調理には向かない。1679年、フランスの物理学者、ドニパパンが気圧と沸騰の研究の派生物として、スチームダイジェスターという蒸気圧を利用した調理器を発明した。ただし、スチームダイジェスターは調理器というより、 調理設備に近い大型の器具であり、以後250年間、圧力調理器は業務用の大型器具のままであった。1938年、アメリカのアルフレッド・ビッシャーが、それまでの業務用の大型圧力鍋とは一線を、画する、家庭用の自動密封鍋を特許出願した。そして第二次世界大戦が勃発して、野菜の缶詰が軍需優先となり、 各家庭で野菜を滅菌調理、保存する必要が生じたことによって自動密封鍋は全米に普及し、そして戦後アメリカ風の生活様式が世界に広まるのに合わせて全世界に普及した。日本においてはこれに先行し、戦前から玄米食が推奨されたのに合わせて玄米を柔らかく食べやすく炊くことができる圧力釜が国産化されて普及が始まっていた。 またこのことから80年代頃までは圧力、鍋ではなく、飯を炊く圧力、釜と呼ぶことが多かった。また1953年には日本古来の釜の原理を応用し、蓋の重量だけで密閉と圧力を保つ簡易で扱いやすい無水鍋が広島アルミニウム工業によって開発され、普及した。ウィキメディアコモンズには電気圧力鍋に関するカテゴリーがあります。 1977年には当時の松下電気産業が電気圧力鍋を発売。自動で簡単かつ短時間で調理できるのが特徴で、日本では共働き世帯を中心に人気を博している。圧力鍋はしばしば登山者が高い高度での低い気圧を保証するために用いられる。保証しない場合、水は摂氏100度に到達する前に沸騰するため、 ダーウィンのビーグル号公開で述べられたように、食材を十分な温度で加熱調理できなくなる。このため、穀類などは、デンプンのアルファ化が進まず消化が悪くなるほか、殺菌が不十分になる危険性もある。以上のような問題を解決する目的で使われてきた歴史がある。学生運動が盛んだった頃、しばしば過激派によって圧力鍋爆弾が作られた。 その威力は過激派の作った爆弾の中でもかなり高い方であった。現在でも生活用品から簡単に高性能爆弾を作れるため、世界各地のテロリストによって使われている。圧力鍋は鍋と蓋を密封する構造になっており、加熱で圧力がかかる仕組みである。水の沸点は圧力が高くなるにつれて上昇するため、 内部の温度は沸騰の前であっても摂氏100度以上となる。鍋の種類などによって差異はあるが、およそ2気圧で摂氏120度、圧力の高いものは2.45気圧で摂氏128度程度になる。この高温や高圧により、野菜類ならば細胞壁が早く破壊され、肉類ならタンパク質や繊維が早く分解されるため、短時間で調理することが可能となる。 調理時間は3分の1から4分の1になる。例えば、刻みキャベツは1分、新鮮な緑豆は5分、小から中サイズのジャガイモは約5分、丸ごとの鶏肉は25分以下となる。長時間の蒸しに、とろ火での煮込みの効果を短い時間で、シミュレーションするためにも用いられる。加熱時、中の具材は踊らず、通常の鍋で煮るよりも動きが静かで少ない。 これらの要素によって加熱時間が少なくて済むため大きな食材によく火を通しても煮崩れが起きにくい利点もある。また一般の鍋で煮るよりも少量の水で調理できるため食材に含まれる水溶性の栄養成分を食材外に流出させにくい。さらにプリンや茶碗蒸しを圧力鍋で調理すると巣が立ちにくいという利点もある。 高圧により沸騰する温度が上昇するため、卵のタンパク質が凝固する約摂取80度の段階では蒸気は発生しないので、沸騰によって細かい泡ができ、表面や内部に穴が開きにくい。圧力鍋は高圧に耐える必要があるため、過去には厚さ1センチ以上もあるような肉厚のアルミダイキャストで製作されていた。現在までに技術の進歩により、 厚さ5ミリ以下のステンレスやアルミ合金のプレス、成形品が主流となってきている。2010年代に入ると、電子レンジで調理するための合成樹脂製のものも発売されている。一方、大肉厚の製品には、熱伝導が緩やかであるため煮汁の少ない調理や、圧力をかけずに炒め物に用いても通常の鍋や、フライパンに比べ焦げ付きが少ないという副次的な利点も持つ。 また、密閉により放熱が少ないので、鍋の中が高温になったらすぐに火を止め、余熱だけで調理を進めるということもよく行われる。この仕組みに特化したものに保温調理鍋がある。薄肉の製品は、軽量で、価格もかつては万円単位であったものが、数千円からと安価になったが、大肉圧によるメリットは失われる。圧力鍋は一般に2種類の弁を備えている。 圧力鍋を用いた調理は基本的に加熱、加圧、蒸らし、減圧の計4つの段階がある。加熱して圧力調整用の重りが蒸気で動き始めるまでの時間が加熱時間、その後やや火力を絞って圧力をかけ続けるのを加圧時間、加熱を終えて放置するのを蒸らし時間と呼ぶことが多い。そして最後の工程が圧力調整弁のもりを外すなどして 圧力を逃がす減圧作業となる。通常これら4つの工程を足したものが、調理時間とされ、キッチンタイマーなどで測りながら、調理を進めていく場合と、電気式など、自動制御される場合がある。調理後に弁を操作して、減圧を始める際、止まっていた沸騰が、圧力の低下とともに再開して蒸気が発生する、こともあるので、減圧中の弁から紛失する蒸気で火傷しないよう。 取り扱いには注意が必要となる。蓋を開ける際には十分に減圧して圧力を解放できていないと高温の内容物が蓋ごと髪型にこのため内圧が高い間は蓋を開くハンドルにロックがかかるなどの安全機構がついている。早く圧力を解放するには鍋に水をかける方法があるが安全弁から汁などが吹き出す可能性がある。 鍋を水につけて冷やす方法もあるが、ステンレス製のものは熱伝導の関係から鍋底などを歪ませる可能性もある。また、鍋と蓋の隙間にあるパッキンは消耗品で、これが劣化すると蒸気が噴出したり蓋が吹き飛ぶ危険性がある。以上のように圧力鍋の取り扱いには特に注意すべき事項が存在する。日本では鍋一般が家庭用品品質表示法の 適用対象となっており、雑貨工業品品質表示規定で取り扱い上の注意の表示義務が定められているが、特に圧力鍋については表示すべき事項を追加して定めている。調理の原理上、加圧のために十分な水分と空間が鍋の中になければならない。このため、豆類など水分を吸収して膨れるものは入れる量に気をつけなければいけない。 日本の雑貨工業品品質表示規定では、鍋に3分の2以上内容物を入れて使用しない旨を表示義務としている。また、牛乳のように加熱すると泡立って、膜を形成して吹きこぼれやすくなる食材や、カレーやシチューなどの粘性が高い食材、練り物が大きく膨らむおでんなどは、蒸気の通り道をせいだり、流れを妨げて、安全弁の動作を狂わせ。 内部の圧力を異常に高くしてしまう危険性があるため取扱説明書に従った注意が必要である。日本の雑貨工業品品質表示規定では特に重曹を直接入れる料理をしない胸と多量の油を入れて使用しない胸を表示義務としている。この他日本の雑貨工業品品質表示規定では加熱状態では衝撃を与えない胸及び 使用中または使用後は無理に蓋を開けない旨を表示義務としている。あらかじめ蒸気を逃がす弁の清掃などの手入れを行って常に蒸気の通り抜けを正常に保っておく必要もある。以上のように危険性もある調理器具であることから日本国内において販売されている家庭用圧力鍋は消費生活用製品安全法の特定製品に2000年10月から指定されており ESC マークを付けた製品でなければ、日本で販売することはできない。それでも、圧力鍋議員の事故が発生しており、2000年以降2009年時点の、累計で、死者1人、重症11人、軽症22人が出ているため、経済産業省は、圧力鍋、釜に、新たな安全規制を2010年9月に設ける、方針とした。単に高温で加熱するためだけであれば、 水で調理するということを考えなければ、他にも調理法がある。例えば食用油で揚げるなどである。日本国内で販売されている PSC マーク付きの家庭用圧力鍋は、付属の取扱説明書へた量の油と重曹の使用は危険につき禁止の表記をすることが義務付けられており、そのような用途を想定した使用になっていない。部品の耐油性や、 耐熱性が保証されておらず、劣化を早めたり破裂する危険があるほか、揚げ物を入れて沸き立った時の油の再大量。食材によって、美味しさを増す調理温度は変わるので、摂氏100度以下で調理することが望ましいとされる、食材の調理には向かない。また前述の通り、加熱中は蓋を開けることができないので、アクを取りながら煮込む必要のある素材を調理する場合も、 これに対応する工夫が必要とされる。一般に地表付近の大気圧を1気圧と絶対圧で表記することが多いが圧力鍋の圧力表記は工業の分野でよく使われる大気圧イコール0気圧とするゲージ圧が用いられていることが多い。圧力鍋の使用に記載されている圧力がゲージ圧であると料理レシピなどの表記が例えば絶対圧1.8気圧の場合 超圧設定は0.8気圧とするなど読み替える必要がある。しばしば即席爆発装置の殺傷力を強化する目的で使用されることがある。アメリカだけでも2013年のボストンマラソン爆弾テロ事件や2016年のニューヨークの爆発事件の爆発物にも用いられた。このため警備当局では危険物と動揺することがあり、 空港内で圧力鍋を所持していただけの外国人男性が身柄を拘束された例がある。プログレッシブは A 時点。AB 以上分類定義カード特許庁残りは鍋に密封された空気の膨張圧である。石井和美。電気圧力鍋はなぜ今年売れまくったのか。東洋経済オンライン。 https://t-o-y-o-k-e-i-z-a-i.net スラッシュアーティクルズスラッシュダッシュスラッシュ3133802020年4月18日閲覧 ABC。abc 特丸圧力鍋花丸マーケット tbs テレビ2010年3月30日時点のオリジナルよりアーカイブ2011年11月5日閲覧。 AB 圧力鍋の使い方研究室より、正しくは一定圧力以上にならなくなる。重りを使った圧力鍋では圧力が最高圧力付近で小刻みに上下を繰り返す。ABCD 雑貨工業品品質表示規定。消費者庁。2013年5月23日閲覧。小安保技術基準、乗車用ヘルメット及び、 家庭用の圧力鍋及び圧力釜の改正と、これに伴う SG 基準の改正について、家庭用の圧力鍋及び圧力釜、乗車用ヘルメット技術基準省令改正案新旧、対象表について、圧力鍋、釜、10年ぶり新規制再び死傷事故相次ぐ、計算書 -asaheid.com2009 年12月15日、 米デトロイトの空港で圧力なベジさんのサウジ男性、高速 AFP2018 年1月2日閲覧。ありがとうございます。